オルガノンは古代ギリシアの哲学者アリストテレスにより執筆された論理学に関する著作群の総称。オルガノンはニコマコス倫理学や刑事上学等の著作と同様アリストテレス自身によってこのようにまとめられたものではなく彼の死後、その著作の継承者たちによって編纂され、このように命名された。オルガノンとはギリシャ語で道具の意味であり、文字通り、 真理の探求を可能、容易にするための道具としての論理学にまつわる著作群であることを表現している。この著作は古代ローマへと継承され、その滅亡期に至るまで重要な教養の一つとして重宝された。ローマ帝国末期である4世紀のキリスト教の代表的なラテン教父であるアウグスティヌスも反中論を学んだことを自伝的著書、告白の中で述べている。 イスラム圏を経由して中世ヨーロッパにアリストテレスの思想が再輸入され13世紀のアリストテレスルネサンスによってヨーロッパで評価されてから現代に至るまで論理学についての古典的、標準的な著作として参照され続け圧倒的な影響を後世に与えている。論理学という概念とその基礎はこの書によって確立されたと言っても過言ではない。イマヌエル・カントは 純粋理性批判の第二班序文の冒頭で、論理学は、アリストテレス以来、いささかの交代もなく確実な道を歩んできたし、さらに言えば、すでに自己完了している感があると、その偉大な功績と完成度を称えている。アリストテレスの論理についての考えは、彼一代によって一挙に築かれたものではなく、エレア派のゼノン、ソクラテス、プラトン等によって脈々と継承。 宣伝されてきた弁償術が下敷きとなっている。弁償術のもともとの意味は対話、質疑応答、問答のことだが、少なくともアリストテレスの死であるプラトンの段階では、それが定義、総合、分析を備えた推論技術のことを指すようになっていた。を、外然的な通念を前提にしたものとして会議、位置づけ、まかつ、第一の前提から始まる、更新的な 論章とは区別している。反中論、明大論、分析論全書、分析論後書き、きトピカ、奇弁論幕論本書では、反中、明大論法、奇弁などの論理の諸問題が考察されており、構成としては、反中論、明大論、分析論全書、分析論後書き、きトピカ、奇弁論幕論の6巻から成り立っている。 範疇についてはアリストテレスは10個の範疇を挙げている。それは、実、量、質、関係、場所、時間、位置、状態、作動、受動の範疇であり、この範疇は、刑事上学でも前提として使用されている。このような範疇に基づけば、命題とは、ある存在するものについて分離、または結合されていることを論理的に規定するものである。 そして命題を構成する死後と実語の区別、判断の種別、対象や変形について考察されている。この命題を結合する方式として三段論法がある。三段論法では若干の命題によって規定された事柄により、異なる事柄が必然的に帰結する論理が作用する。そしてアリストテレスは学問的な推論がどのような形式を備えているべきかについて、 学問の出発点は、それぞれの領域における行為と前提、定義にあると考える。そして推論は、根源的で必然的な前提から出発する、もの、外然的な前提から出発する、もの、外然的に見せかける前提から出発する三つの形式があると指摘する。最後の形式を、アリストテレスは、論理的な誤りをもたらすものとして検討しており、 その原因について、言語の内部に属する6種類の原因と言語の外部に属する7種類の原因が明らかにされている。ありがとうございます。